おはようございます。リコー TV です。ラパラのですね、期待の新作カウントダウンエリート、これでねシーバスが釣れたので、ぜひご覧ください。食ったー。ヒットよいしょー、かな、よいしょよいしょ。カウントダウンエリート初魚、こんな感じで釣れましたよ。やったぜーね、一発で食ったね、サイドワインダーのエントリーモデルアルテバラカウントダウンエリートで、イエイ。はい、というわけでね、釣れたんですけども、まあこれ投げてね、しばらくいろいろブラックバスとかシーバスとかね使ってみたんですけども、感想ですね。で今回タックルはですね、ルアーはカウントダウンエリート、そしてですね、リールはアルデバランの、これ一番初期のアルデバランだと思うんですけども、ベイトフィネスっていうわけではないんですが、小さいルアーなんかもね、スイーってね投げやすいっていうことで未だに使ってるんですけども、主に、海釣りで使うことが多くなったかな。去年なんかはタコ釣りとかね、あとはこう PE の2号を今これ入れてるんですけども、それでまあもう直結ですね、なんとなくね、リーダーも組まずにこうシンプルにスパスパって投げたいななんていう時に使ってます。そして竿はですね、これサイドワインダーのエントリーモデルって言ってですね、ベイトモデルなんですけども、デプスのウェブメンバーになるとその買うチャンスが訪れるっていうね、非常に安いんですけども、あのね、恐ろしいほどバランスが良くてね、使ってて気持ちいいんで、もうね、第一線第一軍でね使ってますが、6フィートの竿ですね。でまあ比較的、何でも投げやすいよっていうね、エントリーモデルなんで、まあ2分の1オンスぐらいまでが投げやすいかななんていう、そんな竿。ただね、こうデザインはすごいね、サイドバインダーみたいな感じでね、かっこいいんです。はい、そしてですね、今回釣れたのはこれですね、カウントダウンエリートっていうことで、はい、こんな感じのルアーなんですけども、あれね、使ってみたら今までのカウントダウンよりすごいやっぱり投げやすかったですね。でちょっと自分ね、あの買ったばっかりの時よく分かってなかったんですけども、重りの方がですね、タングステンに変更されてるんですね、従来の、普通のね、カウントダウンから、っていうことで体感としてはね、すごい飛ぶで、バランスがいいんで、でまああとリールとかもね、最近のやつは本当重心移動とか入ってなくてもスイーってね、遠くに投げやすいっていうのもあるのかもしれないんですけども、まあ第一印象はすごい投げやすくて、泳ぎもまあ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 すごいいいので、使いやすいルアーだなっていうのが一番にピピッときたんですけども、そして、この日はですね、バチ抜けシーバスを狙っていったんですけども、思うようにちょっとバチがあんまり発生しなくて、吐くパターンっていうね、この時期特有のちょっとマイクロベイトの、まあ魚のマイクロベイトの餌を変色するっていうね、それにばっかりボイルして、なかなか細長いものとか、あとはビッグベイトとか入れてもなかなか反応がさせられないね。なんかいるはないかな、あ、そうだ、あれ投げたことないやって思ってね、これ投げてみたらすぐにあれババーンってね食ってくれて、おーいいねーなんて思ったんですけども、ほんとね、まずは投げやすいっていうのと、であとはね、マイクロベイトなんか変色してる時でも、食わせやすいこのサイズ感、結構コンパクトなんだけどタングステン仕様によってよく飛ぶってっていうところと、あとはね、実際にシーバスなんですけども投げてみて、当たりがとにかく多かったね。すごいコッパー生後ね、もうすごい小さな生後とかもなんかみんな片っ端からね
とりあえずこれをいじりに来るっていう印象がありました。釣り上げたのはね、短時間だったんで1匹だったんですけども、コンパクトでカチッとしていて使いやすいっていうね、まあこんな感じのカウントダウンなんですけど、もうやたらリアルなシルエットと、まああとは改めてやっぱ手のひらに乗っけてみるとね、結構ずしってね、くるね。でもずしっとくるんだけども、今まで通りのあのラパラの釣れる動きが本当によく再現というかパワーアップしているなっていうことで、ちょっとウォーブンロールっていうんですかね、まあそんな感じでね、まあこれから夏とかに向けてどんどんそのバチ抜けも終わって、ベイトのサイズもちょっとずつ大きくなっていってっていうね、そんな時期にもっともっと活躍する、それで、秋になってベイトがもっと大きくなったり変色するベイトの種類が変わってきたりしたら、いよいよビッグベイトシーズン到来っていうことになるんですけども、初夏から9月ぐらいまではこれぐらいのサイズ感の未納がね、非常に効く独壇場の時期になってくるんじゃないかななんていうふうに思うので、チャンスがあったらね、またまたさらに投げ込んでいきたいと思います。というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、ラパラのカウントダウンエリート、これでね、魚釣ってみたよってこういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。